豚肉のビンダルー。ポルトガル、リスボンのごンレストランにて、ビンダルーは、インド各地で親しまれている、ゴア発祥のカレー料理である。ムンバイでもご当地のビンダルーが、ムンバイ料理としてカテゴライズされる。ビンダルホ、ビンダーロなどと表現されることもある。ビンダルーの名前は、ポルトガルのワインとニンニクを使用した、豚肉料理、カルネデビーニャ・ダリオスに由来する。このポルトガル料理に、 じゃがいもが加えられるようになると、ポルトガル語でニンニクを意味する、ある方が、ヒンディー語でじゃがいもを表す、あるに添加したものと考えられている。コアにおいて、カルネデビーニャダリオスの豚肉は、より、インド人になじみのある鶏肉、あるいは、ラム肉に置き換えられ、赤ワインの代わりにアシスが用いられ、前述のじゃがいも、そして唐辛子や、その他香辛料が加えられることにより、 ビンダルーへと発展した。本来のビンダルーに辛さは必須条件ではない。しかし一歩インドを出ると欧米ではカレーハウスの定番劇からカレーとしてのアングロイコールインディアのビンダルーが広く知られている。これらは唐辛子を追加してジャガイモを放り込んだだけの普通のカレーであることが多い。ありがとうございます。